な、元気、調子はどうだい。あもうね、そういうのやめたんだ。うん、なんかもう回復の見込みはないそうなんだ。何も聞かないでくれ。今回ネプニ団長会会ボーエス共有もされんだな。はい、そうです、正真正銘僕のせいだった。よくある話、単純明快をものにしたくて、たくあるべきという理想を殺して、もう散々だって逃げる勇気もない。早くもっと落ちて、生きていたよ魔よのの塞ぐ透明のがよ、はよ蝕む実在も理不尽も孤独も恨まなくていい、それらすべて意味はないんだ、僕らは生きるしかないんだ。お前、装置はどうだい。あ、まだそんなことやってんだ。そう、いや付き合ってたことはどうなったんだ。何も言わないでくれ。将来、ネタに敗北感ワイヤレス、首もずれないな。はい、強烈、大変にしみる話でした。満たされたかい、マクロクにごて割れた心を、アルコールで消毒して眠る。もうあんたんたるタイガーの水になって、もっと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 落ちて、生きていたよ迷うものをつかむ空気も未来も、内臓を語る肉塊を、幸せも宇宙も疑わなくていい、それら全て変わらないんだ、僕らは知らなくていいんだ。生きていたよ、なぜかわからないけど、生きていたよ、 DNA という聖書、本能の恐怖も恨まなくていい、どうせ何も変わらないんだ。生きていたよ、何の希望もないけど、生きていたよ、本能は赤脈打つの、生きていたいよ、生きてたくないよ、本当に残念だけど、僕らは生きるしかないんだ。騙してごめんよ、言えなくてごめんよ、そして本当に悲しいけれど、苦しみだけが絆なんだ。